はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語単語テスト1一般動詞編をお送りします。で、今回は今まで、動画の中でね、紹介してきた一般動詞をテスト。今までは英語から意味をやってきたんですけど、その逆ですね。意味を書いてあるので、英単語書けるかなっていうね、テストにぜひね、使ってみてください。では早速ね、自分の方は1番から穴埋めやっていきますんで、よろしくお願いいたします。よし、じゃあ早速行ってきましょう。で、まあ今までね、もうやってるやつなんでサクサクいきます。ちょっと小話も少し話しますけど。で、まず好きは、like ですね。で、青と赤は交互に行きましょうか。好きが like。で、食べるが eat です。eat。で、使うが use ですね。使うが use。で、スポーツなどをする。これが play です。で、まあ、play は、楽器をね、弾くときにも使うんですけど、楽器を弾きたかったら、プレイ、ザ、楽器ね。ザが入ります。で、話すが、よいしょ、ごめん、スピークですね。スピーク。で、作るが、メイク。そして、来るが、これで、カムですね。で、ちょっと小話、いいですか？発音に関してなんですけど、よくね、最後が E の単語。例えばこの like とか use とか、まあ、make, come もそうですね。最後 E で終わるじゃないですか。で、その時に発音をする時にちょっとルールがあって、これね、自分人生で ECC ジュニアだけ通ったことがあるんですよ。塾ちょっと行ったことがないんで他わかんないんですけど、その ECC の先生がね、当時小学生の自分に教えてくれたことなんですけど、like ってあるじゃないですか。で、I って普通 E って発音するんですよ。li、普通だったら li って行きたくなるんですけど、最後に E があるとき、こいつを発音しないんです。E は。ごめんねって発音しないの。その代わり、英語にね、こう母音ってあるじゃないですか。母音って英語のあいうえおね。あいうえお。これ母音なんですけど、その発音が普通のアルファベットの発音になりますよっていう。だから、普通はリっていきたいんですけど、この E をね、ちょっと犠牲にすることによって、これを、ここで I じゃないですか、普通に。だから、I って発音になって、だから、like ってなるんですよ。L がルって発音なんで、ルに I がくっついて、like になるっていう。で、他もそうです。例えば、use もそうですね。E を取るじゃないですか。だから、you になるんです。you ってもともと、あとかって発音になるんですけど、だから、use になる。で、make も、E の発音、E がね、犠牲になることによって、A ってもともと、あって発音になるから、まになるはずなんだけど、あが、A。あれ、A でしょ。だから、えいって発音になって、メイクになるみたいな。でも、カムは違うの。そのルールに入ってないんで、絶対じゃないんですけど、そう。で、その先生がね、このEのことをマジックEって呼んでて、自分はすごいそれを、もう何年も前の話ですけどね、その印象に残ってるんで、もしね、最後にEがあって、発音がね、まあ、覚えやすくもありますんで、よかったら覚えておいてください。じゃあ行きましょうか。次、行くですね。次、青だよね。行くは、go です。go。で、教えるが、teach。で、音楽を聴くときに使うのが、listen ですね。listen。で、まあ、listen、今回ね、問題にはしてないですけど、よく to とセットで使います。listen to ですね。で、持っている、have。で、have もマジックEに入らないんですよね。もしマジックEー使うと、hey V になるんですけど、これは have になります。で、次、書くです。書くは、ちょっと曲がったね。write です。write。これはマジックE使ってますね。E が犠牲になることによって、I が、ごめん、I が I のそのままね、発音になると。で、これはね、W が発音されないんですよ。W ってうって発音なんですけど、基本的に。だから、この発音がもし入ると、write ってなるんですよ。本当は。でも、うがないっていうね。W はね、結構発音しないときがちょこちょこ出てくるので、まあ、今回はライトになると。で、次、勉強する。が、スタディですね。スタディ。で、住む。が、これで、リブです。リブ。で、この住むね、ちょっと動画にやった後に質問が来てたんで、これちょっと小話話していいですか。リブ、これ住むって意味を持ってるんですけど、今やってるように、これは動詞の意味なんですよ。当然ね。リブっていうのは動詞の意味だと
住むって他にもありますけどね、住むって意味があると。で、リブってこれさ、みんなちょっと見たことあるかな。例えばテレビとかでもそうだけど、ライブって生放送の時ライブって書くじゃないですか。まあライブって言いますけど、これ同じなんですよね、書き方が。え、ライブじゃないんですかっていう質問がメールで来てて、これね、リブって発音だとその動詞の住むになるんですけど、ライブって発音だと名詞の例えばライブとか生放送っていう意味になります。だからもし生放送って意味で使う時もあるの、名詞でね。だからその質問はそのくれた子、発音違うんじゃないですかってのが来てたんですけど、どっちも正解なの、厳密に言っちゃうと。で、実はその英語にはね、一個だけの意味じゃなくっていろんな意味を持ってます。で、動詞だけじゃなくて、動詞だったり名詞だったり形容詞だったり副詞だったり、いろんな意味を持ってる単語がたくさんあります。じゃあそれを全部ね、覚えなきゃいけないんですかなんて質問も前に来てたんですけど、個人的には英語を極めたければぜひね、覚えてください。たくさん覚えた分だけ力になるから。ただ自分はそのね、英語で学校のテストでね、得点を取りたいとか、まあ、受験でね、そう戦えるようになりたいぐらいだったら、中学生でね、こうやって一番というか有名な意味を覚えていく。まあ、このリブだったらね、生放送って意味のライブよりもこっちの方が出てきます、リブだったら。じゃあこっちを覚えると。で、もしこれしか覚えてない情報の状態でみんながテストとか受けるじゃんか、その時にあれってリブ出てきたのに住むって意味じゃないんだけどみたいな時があったら、調べて、あ、この意味なんだって、じゃあこういう意味も持ってるんだねって言って、その時に一個知識を増やしていけばいい。みんながいろんな勉強していく中で知らなかったことはいっぱい出会うじゃんか。その時に一個一個付け足していけばいいと思ってます、自分は。もちろんやり方はいろいろあると思うんですけどね。いきなり全部覚えようなんて力を入れなくてもいいかなと、個人的には思っております。よし、じゃあ戻るよ。じゃあ練習するだね。これ長いんだよね。はみ出しました。プラクティスです。プラクティス。で、次、テレビを見る。ここはね、ちょっと複数のが入りますけど、テレビを見るときは、watch です。watch。で、テレビは tv なので、tv は両方大文字ね。watch tv って言うと、テレビを見るになります。で、次、見るをね、2個紹介したんですけど、止まってるものを見るとき。まあ、いろんなね、ちょっと表現があるんでね、厳密ではないんですが、まあ、自分が動画で紹介したのは、これなので、look です。look。いいかな。で、次、読む。読むは、リード。ね、読むはリードです。で、この EA っていう組み合わせ。これ E っていう発音になります。R がルなので、ルに E がくっついてリーになるんですけど、例えばここもそうです。teach の EA。これも E。t は to って発音でよく使うので、to に E がくっついて tree。だから t になる感じ。イメージだね。で、次が手に入れるです。これはもうね、よく使う get するってやつですね。get。で、こっから、ここまでがね、19個が紹介したやつで、最後の2個、一応動画で紹介したんでね、今回問題にしたんですけど、起きるっていうのは、この get を使います。get、それに up ですね。get up っていうと、起きるになります。まあ、その逆というか、この寝るバージョンでね、寝るっていうのは、この go を使います。go。で、go はね、go to のセットでよく使うよって話をしました。go to 場所。その、どこどこの場所に行くって意味で使うんですけど、寝るは、どこに行くの？ベッドに行くのっていうね。だから go to bed っていうと、寝るっていう意味になりますので、よく出てくるからね、これも覚えてみてください。で、最後にね、ちょっと余談ね、もう余談ばっかり申し訳ないんだけど、この like っていう単語ありますよね。これ多分 like の時も紹介したと思うんですけど、好きって動詞の意味以外に、ほにゃらのようにって、まあ、ようなかとかね、ようにとかようなって意味を持ってます。で、look ってありましたよね、こう、見るって。これね、実はくっついて、look like ほにゃららっていう、まあ、熟語っていうかね、この組み合わせでよく使うんですよ。look 見るでしょ。like ほにゃららのようにとかようななんだよね。だから、ほにゃららのように見えるって、あれがほにゃららのように見えるっていう時によく使います。look like っていう。だからこういった風に、こうね、例えば like が好きしか知らないこともあると思います。で、後々どっかでね、ほにゃららのようにって意味が登場する。あ、そういう意味を持ってるんじゃ、持ってるんじゃじゃない。持ってるんだってなって、で、その時に新しくほにゃららのようにって意味があるんだってことを覚えていく。肉付きをしていく感じね。
ていう風に英語は勉強していったらいいのかなと思いますので、なんだ、英語が好きな方とかさ、得意なイメージある方はいいんですよ。で、別に構わないんですけど、そうじゃない方にとっては、やることがいっぱいあるんだって、果てしなく思っちゃうと、やる気が下がっちゃうので、あんまり本当肩の力を入れずにね、勉強していってもらえたらと思います。では、今回はね、単語テスト丸1をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。